こんにちは、日野です。今日は2023年の7月の28日になりますね。今日この車の温外気温っていうところで42度ってなってますけど、まあおそらく42度ではないんですけども、かなりでも暑いんじゃないかなと思いますね。30度台後半、30度半ばか後半ぐらいに行ってるかもしれないですね。なんか外に出るだけで、まあ、暑いなっていうふうに感じますけど、まあ、でも体的には全然長時間いることがないので、ね、本当にありがたいなと思うんですけど、体的には大丈夫かなというところで、まあ、ミネラルですよね、いつも言うようにケイ素とかマグネシウムとかしっかり取るといいんじゃないかなと思いますね。何も考えてないんですけど、まあ、前世についてですね、いろいろ述べてますけども、まあ、前世があるのかないのか、まあ、あるんですけれども、それがどういう状態の前世かっていうことだと思うんですね。前別の人間でやっていたのかっていうね、まあ、よくこう前世の記憶を対抗催眠でっていうのもありますよね、まあ、そういうのでも自分の前世が分かったり、あるいは霊能者がですね、あなたの前世はこうですとかっていう、こういうことがありましたっていうこともありますよね。まあそういったものも本当にそれがその人の実際の記憶であり体験なのかっていうのは何とも言えないわけですよね。まあ証明はできないというか、証明できないですよね。だから、まあ、そのあたりはちょっとわからないんですけれども、まあ、ただ、僕自身はその何でも言うように人間であった自分の前の前世が、ね、あるとして、それが人間だったとは思わない、別の人間だったとも思わないんですよね。まあ、霊体天使という肉体を持たない天使の状態であったっていうのが僕なりには一番しっくりくるっていうのがありますね。まあ、それが聖書学的な考えから見ていくことにもなる、つながっていくんですけれども、まあ、そういうことで、まあ、ただ、そして来世っていうのもですね、また輪廻転生っていう考えがあって、それを何度も何度も僕たちはこの人間界をですね繰り返していくみたいな考えが、まあ一般的かもしれないですよね。今そういうものが結構ありますし、そういう考えっていうのが多分主流のような気がしますね。で、映画とかそういういろんなドラマでも、そういう輪廻転生の話が出てくるものもありますので、まあ、僕も一概に完全にこう否定するつもりはないんですけれども、ただ何度も同じ人生をやり直せる、何度もその、なんでしょう、人間をね、やり直せるって思ってしまうと、まあ、それが原因になってですね、この人生最悪だから、一旦終わらせてですね、また次の人生に生まれ変わろうと、本気で思っているとしたら、でもそれが本当に違っていたら、悲惨なことになるかなと思うんですよね。もう一回きりしかなければですね、もうそれで終わりというふうになるわけですよね。だからそのあたりをもう割り切って、人生は一回しかないと、まあ、いずれにしても何回も同じ人生を、同じ人生とか何回も人間をやり直すと仮定してもですね、このこういう自分の肉体を持ってこういう姿形をしての人生っていうのはいずれにしても一回きりですから、まあ、この一回の人生を精一杯最後まで諦めずに生きるということが一番重要ではないかなと思いますね。次っていうのは分からないわけですよ。まあ、今いろんなことが言われていますけれども、それが正しいということも分からないですから、少なくともこの人生一回きりだと思って生き抜いて精一杯やっていくことの方が重要ではないかなと思いますよね。次があるからとか、ね、何度も生まれ変わってまあ成長していくんだからとかっていうのではなく、もう一回きりしかない、一回こっきりしかないという思いで、この人生を全勢力をかけて自分のベストを尽くしていくっていうのがですね、まあ、一番スッキリするかなと。その後のことは、まあ、死んでからね、分かることですから、ただそこで遮断されて全てが終わりという、まあ、唯別論的な考え方では、僕はないですので、そこで終わるとは全く思っていません。
だから魂っていうのは当然残るでしょうし、肉体っていう、まあ、仮にこう神からいただいた肉体っていうのをですね大事に使わせてもらって、それをですね抜き切った時に最後その衣を脱いで天に上がっていく、まあ、別のまた世界に一時的に移動していくということになるんじゃないかなと思うんですよね。でその別の世界で待つと、神の御業がこう進められていくのを待っている状態っていうのがですね、亡くなった後の世界ではないかなと思います。まあ、そんなわからない、証明できない世界をいくらこうあれこれ言っても、あまり意味がないのかもしれないんですけれども、まあ、でもある程度はですね、僕たちのなぜこの地球に今生きているのかとか、じゃあ死んだらどうするのか、死んだらどうなるのか、前世はどうなのかっていうこともある程度枠組みとして知っておいた方がよりですね生きやすくなるっていうのはあるんじゃないかなと思うんですよね。まあ、そのあたりは僕自身もまだまだ学びの途中なんですけれども、まあ、興味がすごくあって探求して、また何か分かったことがあればですねお伝えしていければなというふうに思っております。ということで今回はですね以上になります。ありがとうございます。